皆様、こんにちは。ピクテ投資顧問の塚本です。今月のゴールドマンスリーアップデートですが、変動の大きいマーケットの中で、金に注目すべきポイント、金を組み入れた分散投資の時代へというテーマでお話をさせていただきます。本日も最後までお付き合いいただけたら幸いです。今月のトピックですが、最初に2022年1月の えー、基準価格の変動要因を振り返った後変動の大きいマーケットの中で、金に注目すべきポイント2つ、まずは金を組み入れた分散投資の時代について、次に株式などのリスク資産との分散効果についてご紹介してまいります。まずは2022年1月の基準価格の変動要因について見ていきましょう。 最初にピクテホールドカワスヘッジありの1月の基準価格の変動要因を解説します。2022年1月31日の基準価格は1万飛び138円でした。前月末比マイナス0.47%、48円の下落となりました。ただし2月18日時点の基準価格はここから大きく上昇し、 1> 1万飛び円とび円なっています。金と為替ヘッジコストなどの主な1月の月間の変動要因ですが、金要因はマイナスの36円、為替ヘッジコストなどがマイナス7円となりました。金要因のマイナス36円に表れておりますように、1月はベドルベースでの金価格は下落しました。そこで、 左側のグラフ、まずご覧いただければと思います。1月月間の米ドル建ての金価格の推移です。ご覧いただきますと、月末に向かって上昇しておりましたが、その後下落。月間では下落となったことがご覧いただけます。1月の月初はですね。 新型コロナウイルスオミクロン株の感染急拡大が景気回復を遅らせるとの見方などを受けまして上昇でスタートしましたけれどもアメリカの、えー、連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨が公表されますと米国の金融引き締めが予想より積極的なものになるとの見方が広まり金価格は反落しました。その後は アメリカのパウエル FRB 議長がですね、公聴会で、おおむね市場の予想通りの発言だったことでありますとか、12月のアメリカの消費者物価指数の上昇率が高い伸びを示したことなどを受けまして、金価格が上昇しました。しかし、月末にかけまして、1月の FOMC が開催されますと、さらなる金融引き締めの方針が示され、 米ドルが主要通貨に対して上昇する中、金価格は大きく下落し、えー、月を通して見ますと、えー、金価格は下落となりました。ただし、その後ですね、2月に入りますと、株式市場の下落や、ウクライナ情勢の緊迫化などもあり、金価格は大きく上昇してきています。次に右側の米ドル円レートの月間の推移をご覧ください。 1>, 1月は米ドル高円安となりました月の前半はおおむね円高ドル安というスタートとなりましたけれどもアメリカのインフレ懸念が続く中で金融引き締めへの懸念から米国株式市場が大幅下落となりましてこれらがドルが売られる要因の一つとなっていますまたウクライナ情勢もご案内のとおり悪化してきていると いうことで、こちらも円高ドル安要因と見られています。ただ、後半ですね、ご覧いただきますと、FRB による年内の利上げ回数、従来の想定を上回るとの観測が回答したことを受けまして、円安ドル高に転じています。結局、月を通してみますとです、ね、ご覧の通り、円安ドル高となりました。それでは、 ピクテゴールド為替ヘッジなしの基準価格とその変動要因を解説します。ピクテゴールド為替ヘッジなしの1月31日の基準価格は12,385円でした。前月末日マイナス0.02%、3円の下落となりました。金と為替の基準価格の変動要因ですが、金要因はマイナス43円。 為替要因は円安ドル高によりまして、プラス46円となりました。それでは、えー、後半ですね、変動の大きいマーケットの中で、なぜ金に注目すべき、えー、ポイント、えー、2つ、えー、ご紹介させていただければと思います、えー。まずは金を組み込んだ分散投資の時代。 えー、そして、えー、その後株式などのリスク資産との分散効果について順を追ってご説明させていただければと思いますまずは金を組み込んだ分散投資の時代というポイントです、えー、こちらに示しておりますグラフいろいろな線がごちゃごちゃ入っているかもしれませんけれども非常に重要なチャートでございますのでちょっと時間を割いてですねご紹介させていただきたいと思います えまずこちらのグラフ、1994年12月から、えー、昨年の12月末まで、まずご注目いただきたいのはこの緑色の線です。でこちらが世界株の推移をお示ししております。でこちらの推移をご覧いただきますと、過去振り返るとですね、金融緩和による、えー、金融相場がまずございまして、その時順調に株価は伸びて、でその後、えー、金融緩和。 が終わりましてですね金融引き締めに入りますと、今度、業績相場。で、その後、えー、本格調整がやってくると。こういうパターンをずっと繰り返してきたのがご覧いただけるかと思います。金融緩和、金融相場で上昇し、金融引き締めが始まって、こう業績相場に移り、その後本格調整と。金融相場で、えー、金融緩和で金融相場がずっと続き、 一旦調整を迎えるんですが、その後金融引き締めに入り、業績相場に移り変わり、その後と報調整を迎える、こうしたサイクルを繰り返してきていたのがご覧いただけるかと思います。で足元ですけれども、ここをご覧いただきたいんですけれども、コロナショック後のです、ね、未曽有の金融緩和による金融相場、そこから今後は3月以降、金融引き締めが想定されておりますので、 金融引き締めを伴う業績相場への移行をする利上げ開始前後の局面、これというのは過去をご覧いただきますと何度もですね、利上げ前後をご覧いただきますと、この移り変わりの境目の時に調整局面を迎えてきていたというのがご覧いただけるかと思います。どうでしょうか。大体過去10%から20%程度の調整局面を伴うことが多かったということで、今はまさに そうした調整局面に入ってきている可能性もあるのかなと、このように考えられるかと思います。で、その後ですね、過去調整局面の後業績表彰場にあり株は上がる、調整局面の利上げ調整局面の後金融引き締めを伴いながら行政相場で上がるというようなパターンをですね、利上げ局面で株式は。 業績相場がしっかりこう続けば上がっていくということを繰り返しているんですが、その後の本格調整の局面、ご覧いただきますと、この赤い線が FF レートなんですけれども、ご覧のように FF 金利が下がる、この本格調整の時に下がる、本格調整の時に下がるというような、そういったパターンが繰り返されてきていたのがご覧いただけるかなというふうに思います。 そう考えますと、この緑色の世界株、えー、過去振り返った場合の投資のタイミングというのは、本格調整後、すなわち FF 金利が下がりきった局面の初期ですね。本格調整があって FF 金利が下がりきった後の後、本格調整があって FF 金利が下がりきった後、えー、というのが、えー、買いのタイミングであり、逆に言うと売りのタイミングですね。 本格調整の前、こちらというのは、利上げが一段落しまして、業績相場に入ったその後期だった。業績相場の後期にピークをつけていた。業績相場の後期にピークをつけていた。利上げの後ですね。こういったパターンを繰り返してきていたというのがご覧いただけるかなというふうに思います。次に、 青のですね、こちらが金価格の推移をご覧いただけますと、過去ですね、この利上げ前後でちょっと調整、揉み合ってですね、利上げ前後で揉み合って、利上げ前後で揉み合った後、えー、その後金価格は株式市場が本格調整を迎えるのに向かって、ぐっと上がっていったと。ぐっと上がっていったと。ですね。株式市場が下落する中、ぐっと上がっていったと。 調整を迎える中、上がっていったというようなパターンを繰り返してきていたのがご覧いただけるかと思います。そして、本格調整を迎える中、上がっていくんですけれども、その後、世界の株式というのが順調にしっかりと上がり続けてきたところで、ピークを打つというようなパターンを繰り返してきたのがご覧いただけるかと思います。つまり、過去、金への投資タイミングを長期的に捉えると。 買いのタイミングというのは、この利上げ前、利上げ開始前ですね。こういったタイミングだったと。逆に売却のタイミングというのは、金融相場に移り、株式市場に勢いがついてきた頃だった。ということはご覧いただけるのかなというふうに思います。ちなみに、こういった利上げのタイミングで金が反応してくるのは、 金はですね、物価にインフレに反応しやすいアセットクラスだからかなというふうに考えておりまして、一方で、調整局面で利下げに反応してくるのはこです、ね調整局、本格調整局面で、この利下げに金価格が反応してくるのは何かというと、金利の低下が実質金利の低下につながり、金価格はそれに反応してきたのではないかと。 いいう,うに考えています、まあ、このように、金というのは局面によって反応する要因が変わってくるアセットクラスでもあるということが考えることができるかと思います。以上をまとめますと、この株式、金それぞれにつきまして、過去、この期間を振り返ってみますと、世界株式はコロナ後の金融相場が終わり、今は利上げ開始前後の調整局面にいる可能性があり、 今後、業績相場の後には、本格調整が待ち受けている可能性があるということが一番目一方、金というのは、過去のエントリーポイントというのは、この利上げ前後の局面だったと。で、この利上げ開始というのが、来月ですね、3月には市場がこう今のところ予想していますということを考えますと。 こうした過去と同じパターンが繰り返されるとするのであれば、まさに今、利上げ開始前後の局面というのは、金を組み込んだ分散投資の時代の入り口にも立っているというふうにも考えられるのではというふうに思います。もしそうであれば、資産運用の成果のおよそ9割は資産配分が決定すると言われています。今、お持ちのポートフォリオをご覧いただきまして、金が入っていない、または 少ししか入っていないポートフォリオのお持ちのお客様というのは、改めて資産配分を見直すタイミングに来ているのかもしれないということでございます。今の分析をさらに長期的に見てみたいと思います。こちらにお示ししておりますのは、ニクソンショックのあった年、1971年の1月以降、えー、緑色は先ほどと同じ世界株式です。そして、 えー、すいません、先ほどとちょっと色が変わってしまうんですが、灰色が金価格、そしてここでご注目いただきたいのは、この赤の部分ですね、ちょっと難しい考え方になりますけれども、アメリカの実質短期金利、つまりアメリカの FF、えー、金利から消費者物価指数を差し引いたものの推移をご覧いただいています。と足元 70年代のこの2度にわたるオイルショックの時を上回り、過去最大のマイナス幅となっているのがご覧いただけるかと思います。これが何を表すのかと言いますと、ずっとパウエル議長はですね、インフレは一過性と言い続けてきましたけれども、ここまで、 インフレ率が上昇しているのに、いまだに金融政策は、パカ派への政策転換がずいぶんと遅れてしまってきているということを表しているんだろうなというふうに思います。今までどちらかというと、ト派色の強い FRB の執行部ですが、今年大きく変わろうとしています。民主党のバイデン大統領が1月の14日に、FRB の新たな執行部メンバーを示しました。 今後、承認されますと、FRB の執行部の多数派がです、ね、共和党から民主党へと変わってまいります。さらには、地球環境問題や貧富の格差是正を重視する副議長や理事が増えていきます。もともとこのインフレというのは、低所得者の生活をより苦しめる傾向にありますことから、インフレをより強く抑え込もうとする。 より高がが強いい FRB の執行部ととなることが予想されていますそうしますと、今後の金融政策次,、えー、次第では、1970年代のようにインフレを沈静化させるために、リセッションを招くリスクがありながらも、金融引き締めに動く可能性もありますので、その場合は、今後の業績相場が過去と比べると短くなる可能性もあります。 前のスライドで言えば、予想よりも早く本格調整も視野に入れたポートフォリオの見直しも必要となってくる可能性があるというふうに、ぜひお考えいただければなというふうに思います。さててて改めてこちらのチャートですけれども3月に利上げが始ままるとしまして でそのタイミングではおそらく今の状況でございますと、この赤い棒グラフです、ね。折れ線、棒グラフですねで。下の方に向いている、すなわち実質短期権利がマイナスでスタートする可能性が高まってきています。過去同様にですね、赤が利上げ局面になるんですが、で利上げ局面でこの実質権利がマイナスだった局面、 えー、というのを探してみますと、唯一例外だったのが、この IT バブル崩壊時ですね、えー、その時以外は、すべてのケースでマイナスの実質、短期金利の中で利上げが行われていった、えー、ということがご覧いただけるかと思います。では、この赤の利上げの時期、世界の株と金のパフォーマンスを比較してみるとどうなるのか。 それを調べたのがこちらのグラフになりますこれは赤の期間だけ、すなわち利上げ開始から、この利上げ終了までの期間の世界株が灰色、金がこの緑をお示しさせていただいておりますけれども、先ほど例外ですよというふうに申し上げた IT バブル期以外では、金価格は世界株をアウトパフォームしていた。 金の方がパフォーマンスが上回っていたということはご覧いただけるかと思います。さらに、株式の本格調整というのは、利下げ期と重なることは先ほどご覧いただきました。その利下げ期を含む、えー、先ほどの赤と青の期間ですね。こ,この赤と青、赤と青、赤と青をセットでご覧いただきますと、えー、ご覧の通り、 世界株に対して金というのは、すべての期間でパフォーマンスが上回っていたことがご覧いただけるかと思います。こうした赤の利上げサイクルが来月から始まろうとしているということを考えますと、まさに今というのは、金を組み込んだ分散投資の時代が始まるというふうにもお考えいただけるのではないかなと、まあ、このように思っています。 ちなみに、こちらが足元のドル建ての金価格の動きを、昨年の1月以降、お示しさせていただいております。株式市場が足元こう調整局面にある中で、金価格は長期のトレンドラインであります、200日移動平均線を上回り、そこが対値動きのなっていることがご覧いただけるかなというふうに思います。 そして、この年初の動きをご覧いただきますと、先ほどは1月、ここですね、1月末、この辺になるの,なるので、ちょうど調整を迎えて局面で、その後金価格が2月に入り、上がりましたというふうに申し上げましたけれども、このように上昇してきている金と株とは、今年異なる動きを示してきていたということもご確認いただけるんではないかなというふうに思います。そこで改めて、金の持つ、 株式などのリスク資産との分散効果を見てみたいと思います。こちらにお示ししておりますのが、過去20年間の金と国債や株式との相関です。ここにあります金の円換算というのが、ピクテゴールドで言いますと、為替ヘッジなしコース。金、円ヘッジと今後出てまいりますのが、 為替ヘッジありコースの特性と似た傾向にあるというふうにお考えいただければと思います。それぞれ日本国債、世界国債、日本、世界、米国の株式、それぞれとの関係を見てみますと、この金の円換算というのは、すべての資産に対して灰色、すなわちゼロ近辺、これというのは一定の分散効果が認められる組み合わせ。 そして金のヘッジ付き、ご覧いただきますと、えー、特に株式に対しては、逆に動く傾向が若干強いというマイナスのゾーンですね、えー、すなわち、より分散効果が期待できるピンク色となっているところをご確認いただければなというふうに思います。それでは、 実際に世界株や米国株式に対して、金を少しずつ組み入れていったらば、どれだけリスク低減効果があったのだろうかということを10%刻みでお示ししたのがこちらのグラフになります。ほぼ同じような傾向がございますので、左側、世界株の方でご説明させていただきますと、まず世界株式100%、一切金を組み入れませんといったところで運用してまいりますと、過去20年ですね。 振り返ると、リスク、横軸がリスクになります。リスクが18%程度で、リターンが7%をちょっと上回ってくるというようなところだったところは、ご確認いただけるかと思います。そこに10%ずつ、この一刻みが10%なんですね。10%ずつ金を増やして組み合わせていくと、えー、その組み合わせた結果というのは、左側に寄ってきてますよね。 すなわち、リスクが低減する。リスク低減効果があったことが示されているのがご覧いただけると思います。でこちらの薄い赤がヘッジ付きのものを組み合わせた場合、円換算の方がヘッジなしのものを組み合わせた場合なんですけれども、どちらもこれ10%、20%ということで、左側の方に寄ってきていてで、およそですね、一番左側に近いところを調べてみますと、およそ50%。 1%前後、組み入れると、リスク低減効果が一番こう強まっていたといったところがご確認いただけるかと思います。次に合わせ持ち効果をご覧いただきたいと思います。左側のグラフですけれども、世界株を単品で持った場合と、世界株と金ヘッジ、世界株と金の円換算、それぞれ半分ずつ組み合わせた場合、 このパフォーマンスをお示しさせていただいています。で、これをですね、もし3年保有した場合に、収益率が最高どうだったか、最低値がどうなったか、平均値がどうなったかという形で改めて示したものが右側のグラフになります。ご覧いただきますと、世界株の場合、最低値は3年間、年率でマイナス20.7。20. マイナス20.7マイナス20.7マイナス20.7と、えー、いう3年間というのが最悪のケースだったというのに対しまして、えー、金をそれぞれ50%組み合わせると最低値がぐんとですね、えー、こう抑えられてきた、えー、ということがご覧いただけるかなというふうに思いますちなみに AH の方は最低値はより抑えられるんですが ヘッジなしの方、円換算の方というのは、平均値がより高く、最高値も高いと、一長一短となっていたのがご覧いただけるかなというふうに思います。ですので、もし為替の見通しに相場感をお持ちでない場合には、このヘッジありヘッジなしというのを、両方組み合わせるという、これもやはり分散につながってくると、こういったものをもう一つの選択肢なのかもしれないというふうにお考えいただければと思います。 次は、積み立て効果を見てみたいと思います。こちらは2001年12月末以降、毎月10万円ずつ、20年間、合計2400万円を積み立てた場合の、えー、投資評価額の推移をご覧いただいております。その結果、20年間積み立てた結果というのはご覧の通り、いずれも大きく2400万円を上回る結果となりました。ここで、 ご注目いただきたいのはこのあたりなんです。えー、もし世界株式だけに投資をした場合、価格変動が大きいですし、先ほどご覧いただいたように、最低値、3年間でも大きくです、ね、マイナス20%を超えることが記録されていたのがご覧いただけるかと思います。まあ、こうなりますと、長期にわたって積み立ての投資の累計額を下回ると。 いわゆる元本割れの期間が何年も続いてしまったということがご覧いただけるかと思います。一方で、金をこう組み合わせていただきますと、途中での元本割れリスクも抑えられていたということがご確認いただけるかと思います。最後に、今、株式をお持ちの方も多いのではと思います。そこで、そうした投資家の方が、もし金の積み立てを行っていったら、 どうなったのだろうかというシミュレーションをこちらにお示しさせていただいております。まず左側のグラフですけれども、2001年の12月末時点で、1200万円をお持ちの、えー、世界株でお持ちのお客様が、ヘッジ付きの金を毎月5万円ずつ積み立てた場合のシミュレーションになっています。で20年間にわたってです、ね、で積み立てていくんですけれども、全資産に占める。 この金です、ね、分散効果が期待できるとされております、この金の資産に占める構成比がどのように変化していったか、これを緑色でお示しさせていただいております。先ほどご覧いただいたように、金というのは10%でも20%でも分散効果がです、ね、一定の水準を期待できるといったところをご覧いただきましたけれども、えー、数年で10%、20%というラインを超えて、 金のリスク低減効果が期待できるようになっていたことがご覧いただけるかと思います。右側のです、ね、ヘッジなしの金を組み合わせた場合も同様の動きになっているのがご覧いただけるかと思います。以上、ご紹介してまいりました本日のポイントを最後に振り返りたいと思います。なぜ変動の大きいマーケットの中で注目、えー、金にです、ね、ご注目いただけるかといいますと、1番、過去。 利上げ開始前後の局面から利上げが終わるまで金というのは世界株式を上回るパフォーマンスとなっていたのが先ほどご紹介させていたとおりですもし今後もです、ね、同じように分散投資が期待できると仮定するのであればこの利上げ開始の局面というのはまさにこちらに書いておりますように金を組み込んだ分散投資時代の入り口となる可能性があるということが一番目で2番目ですけれども 金と株式などのリスク資産との分散効果、改めてご紹介させていただきました。金を組み入れることで過去、運用効率がアップしたことであるとか、時間分散の効果についてもご紹介してまいりました。以上、本日のセミナーが皆様に少しでも参考になればと願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。